あまり存在を知られてはいけないというか、かなり影の部分が多くて。A shattered bowl, but in his hands, whole again. いいですか? This man is an art restorer. Even the most serious damage vanishes thanks to his skills. The contents of his work are largely top secret.部品に預かってっていうとちょっと表現が強すぎるけども、預かったものは誰にも見せないし誰にも公表しないし。 With each day, a new request awaits. The client is Kumazawa Masayuki, age 90. He is a pillar of the Japanese art industry. The Kurita Museum, where he serves as chairman, is one of the world's foremost ceramic museums. In the 1980s, known ceramic lover Freddie Mercury even made a secret visit. The request concerns a piece that was popular in that era. The ceramic horse was created in Arita, Saga Prefecture.In the early Edo period, and then taken overseas. The elusive piece is one of only a few in the world. It carries its own history of prior restoration. London's Christie's Auction, 1980. これはもういくらでも自分で買おうと思いましたね。当時ね、4万ポンドです。日本円が500円の時ですから2000万円ですね。ロンドンでこれ1億円で売れたんです。4本とも修理入ってるね、これね。全部折れてるのかな。足が随分修復が入ってるんですね。こういう古くなってるもんね、塗料を。それがこう剥がれてる。 The latest requestis for them to strip away the now crumbling repairs and restore it anew. The piece seems to have lost its true form in a prior restoration. They take a closer look
at the subject in question. 傷が本当にこの間美術館で見た部分だけなのか。これブラックライト当ててるんですけど、なんかその樹脂で直してあるんでブラックライトに反応するんですよ。ここ見るの塗料とかってこことか。ああ、光ってますね。ありますよね、はい、筆で塗ったみたいな、はい、他に耳ももう多分これ全部作り物なんで多分中全部ないと思うんで、こいつ自体が全部その樹脂かなんかで尻尾全部そこダメだよね、うん、あ尻尾丸ごと丸ごと、うん、作ってある。あ、じゃあ結構修理が入ってる。そうですね、うん、と思います。そうか、これ、うん、それだろうと。 They're able to clearly identify the repaired sections. ちょっと歯でつっついてみるしかない、うん、あ、中ない。中ないね。ちょっと待って、あの こっちからでちょっとやってみる。Their blade soon uncovers the truth。やっぱそこまあ全部ないね、どっちにしろ。ないよ。ない、うん、ってか硬いなこれ。下地に見えてきたのは何ですか。石膏ではないと思うんだけど、そういう粉系を樹脂で固めたもので、まあここから下多分作ってある。でも俺海外っぽいねこの樹脂。海外だよね、うん、これ。ちょっと匂いかな。うん、あ、でもすっごい古い樹脂だこれ多分。そしたら前足、あ、ちょっと引っ張ってみ。あ、なんか芯入ってる。入ってる、うん、芯棒が入ってる多分。物は両方とも本物で折れててここで継いである。まあ、かろうじてちょっとくっついてるかなところで、ないっぽい。ああ、ないよこれ。こっちも全部やっぱり4本だな、うん、まあ、じゃあちょっとあと剥離剤つけよう、うん。They'll use a chemical to strip away the previous repairs. これで際まで使ったんで、何日か放っとけば多分外れるとは思いますけど。Meanwhile, the subject of another request arrives at their workshop. It is a plate that, like the decorated horse, was made in the Edo period. これ修復難しい。うん、まあ難しいと思う。Arita in Saga Prefecture was the birthplace of ceramics in Japan. The client behind the request is the youngest ever living national treasure, the 14th generation Imaizumi Imaemon.For generations, his family has created a form of pottery known as Nabeshima ware. This painted Nabeshima ware plate was made some 350 years ago.The design is unusual in that it utilizes color with celadon. At the time, the Nabeshima domain
had garnered prestige for its works, which were presented as gifts to shoguns and daimyos. The ceramics are considered among the finest in Japan. でその時にカメラのレンズかルーペか何かをその方が落とされて上の部分を破損したということで、その時にこれを修復したものなんです。はい、うん、当初よりちょっとこう変色したというかね、だと思います、ね。古い修復がちょっと劣化して、はい、抜けてきてね、はい。やっぱり最初からこれはありえなかったと思うんですよね。ね、はい、はい、割れ方っていうのはどういうふうに割れたの？おそらくまあ、こういう風な割れじゃないかなとは思うんですけど、こういう感じですかね。ああそうですか、うん、でもだいぶ使い込んでる、ね、相当もうこれ毎日のように使わないと多分こうはならないですよね、まあまあ、毎日10年ぐらい使わないとこうならないと思いますね、うん、Originating from a daimyo's collection, the plate seems to have been held by a prominent Saga household. ですからこのその破損したところの修理はぜひお願いしたいと思ってるんです、はいはいはい、それと使って擦り切れたところをそのまま使用する前の状態に戻すことがいいのかどうか、使ったということもこの古陶器の一つの歴史みたいなところもありますので、ですからその中間ぐらいというか、見苦しくない程度にちょっと、ね、お願いできます、はい、It's a vexing question. ちょっと裏から開けてさ、透けないかな。あ、だ透ける透ける、うん、ここ行ってるよね。この列だね。これが多分直しが入ってるところなんですよ。接合面、その割れた後のみたいなのを見ますけど、光るかな。まあでも結構塗ってあるね、やっぱりね。こっからこっちは白いし、こっからこっちは白くない、はい、この黒っぽく見えてるところがもう全くのオリジナル。これじゃあ鼻自体も描かれてるんですか？そうですね、これだけ描いてるね、うん、ここの一輪だけ描いてます、ね、描いてますね。そこなんか青磁の部分にへこみがあるの、それ何なんですか？これはもう結局塗料が剥がれちゃって、古い修復の、それでオリジナルがまあここの部分だけ出てきた。ちょっと削ってみる。削ってるっていうか、うん、もう結構劣化してポロポロしてるんで、表面は割とすぐ取れる感じですけど、これがもう本来の青磁の色が出てきた。これあれですか、下から出てきた絵っていうのはがオリジナル。あ、この下出てきましたよね、赤、はい、いのが。やっぱり上に書いてあったのと違って、すごく綺麗な赤が出てきて、オリジナルが残ってるんで、これだけ出てきました。はあ、じゃあ、あとはこれで。そうですね。もう、このまま放置して待てば。取れましたね。破片が細かくなければいいんですけどね。ああ大丈夫そうですね。よし、持ち上げるぞ。はい、はい、いいよ。 As for the horse、 ちょっと上げてみて。ああ、前取れてるね。ちょっと待って待って待って、
おお、出たね。とりあえず、ここの足はこういうふうに取れたんですよ。さあ、これやっぱり全部樹脂で、でやっぱり予想した通りなんか中にこう芯になる棒が入ってて、でこっちも入ってるんですよ。芯の周りは何かで埋めてるんですか。多分こう樹脂を持って強度を増すためにこういう感じになってると思うんですよね。本当は中がちゃんと空洞になってて、イマイモン inspects their progress。 ナベシモの青磁のこの綺麗さですよね。そうですね。 The plate has regained its iconic colors. The celadon green gleams as clearly as ever.ちょっと仮止めをしてみると、ね、はい、かなり良くなると思うので、こっちの方も、はい、ちょっとこの 三角の角のところ、ね、ちょっとだけ隙間が、はい、様子はあのこれで政治が戻ると本当堂々とした大名道具ですね。そうですね。あとはこの擦れのところをどのくらい、そうですね、戻せばいいかってことですね。あ、これダメだな。こうするとここが、ここがこんなに今ずれてるんで、ここですね。焼き締まりで割れた時に結構やっぱり歪んでますね。In broken plates, warping is inevitable. The plate contracts when moisture is removed while baking in a kiln. When a plate is broken, fragments warp back toward their original shape. これはあの柔らかいんで、ある程度ちょっと戻してみましょうか。今ちょっと力加えてるんです。これだけでもこうほとんど戻りますよね。これだとやっぱり少し微妙にこう段差が出ちゃうんで、ちょっとタコ糸持ってきてくれる？はい。What role could string play?Mayuyama binds the plate with the string to apply force and eliminate the warping. もう本当に仕上がりに与える影響は一番大きいって言ってもいいですかね。その最初の接合がね、本当のちょっとのその段差があると上から塗ることになる。それをまあ極力避けたい。2周ぐらい戻す、うん、これでほとんど今フラットな状態だと思うんで、マユヤマ readies a clear resin。He spreads it into the crack.
ものすごく段差はなくきちっとこの辺は行ってます。うん、割と綺麗に入ったとは思います。 The line has vanished. With this method, there's no need to paint over it to hide damage.ただやっぱり本当に全く段差がないかっていうと、この場合おそらくこっちのが少し高い、こっちが少しまあ奥に行ってる、もう本当に何だろう、千分の1ミリもないんじゃないかな。これはダメだな、やり直しだな。Decades ago, one man made his name as a restorer. It was Mayuyama's father, Manji. In the post-war period, he devised revolutionary techniques capable of flawless restoration. 父はもう本当にこれと思ったらもう異常な本当に集中力で、もうそれこそ点々を例えば打つんだとしたら、もう何百個も何千個ももう普通にもうやり続けてますから、それでダメだともう何時間かかってもバッて拭き取ってもう一回やり直すとか平気な人だったんで。Mayuyama grew up in awe of his father's pride as a restorer. As he inherited his father's techniques, a belief dawned within him.修復したことによって伝わることってやっぱりあると思うんですよ。あまり良くない修復の箇所があったり欠損があったりすると、まあ、どうしても、まあ、そこの方に目をね取られてしまうので、やっぱりよりいいものをよりよく見るためには見てほとんどわからない修復っていうのは必要なんじゃないだろうかっていうふうには思っていて。Mayuyama is especially renowned for his skill in recreation of color. 色混ぜていいですか？はい。青磁釉に入れたい色なんだけど、He mixes pigment for rock painting.In with the resin. うん、この3色で多分ほとんどいいと思うんだけど、微妙にちょっと赤みがあるから、ちょっとこれを一応微妙にね、青みもあるし赤みもあるっていうところですかね。色の質としてはこういう色の質なんですね。まあ、こっちはちょっと濃いですけどね、今ね。ちょっとやってみましょうね。Once again, the line vanishes. こうやって簡単な作業を難しく見せるの得意なんですよ。Mr. Kumazawa, the client behind the ceramic horse, has come to check in. いいとこですね。いえいえ、もうこの間お預かりした馬なんですけど、はい、一応きれいに外すことができまして、はい、まずこれが外した足の
なるほど、これできたはずですね。そうですね、はい。いいですか。あ、もちろんです、はい。いい土してるね。そうですね、途中作ってあったこれが、はい、部分ですね。で他のもこういう金属の金属のやつ、はい、棒が入っててですね、まあ、丈夫には、馬の本体の、いやー、なんとも言えないね。そうですね、へー、生き返るね、これ。すでに生きてますよ。一つのね、あの、ちょっとその、ちょっとここや、そうだ、こっちに、ここはぴったりくるんですね。これ合ってますの。はい、合ってるとすると、はい、これでぴったりなんです。ほほー、だからそうすると こればかり狭いですね、やっぱり。すで、はい、にこれもオリジナルですよ。そうなんです、そうなんです。だから The legs of the work, which Kumazawa described as like a goat's, are a tricky detail. The horse's front legs have a narrower stature than expected. これがそうすると少しこう、そうかもしれないですね。しかしオリジナルがこうなってるとすれば、そうなんですよ。後ろもこんな足になってるでしょ。後ろはね、うん、あの間が全然ないんですよ。なるほど。もしかしたらこっち後ろ足はもうちょっとこうしっかり踏ん張る感じでしっかりしてるのかもしれない。やっぱり写真、僕広島美術館の写真。 The museum in Hiroshima has two undamaged ceramic horses on display.馬屋に繋がれたままの感じなんですね、なんとなく。Mayu Yama and son take a trip to see the two horses on display.素晴らしいですね。いやどっしりしてるね、やっぱりね。足太く感じるよね、うん、やっぱりね、うん、開いてるからね、うん、でも前足ってこんなこう上がってたかな、この接地面。接地面ね、ちょっとこう上に上向きになってる気がしないでもないんだけどね、うん、うちの預かってるやつ今ちょっとこうベタっとついてる、ね、ついてるような感じだ、うん、ついてる、うん。They notice a handful of clear differences in the form. 尻尾の先そこまで尖ってないんだな。そう、かなりね、丸いんだね。もっと尖ってると思ってた。最初預かったあの子の尻尾ってもっとこうとんがってたんですよね。これがやっぱり本当の尻尾の形。ちょっともう一体の方見せてもらおうか。全然印象変わるな。体もちょっと、ああ、ちょっと白っていうかオレンジ。塗ってあるね。うん。これもやっぱり前歪み上がってるね。上がってるね。つま先が上がってるっていうのはちょっと面白いね。競走馬っぽいね、こっちの方が、うん、サラブレッド系っていうか。The slightly raised front hooves make the horse appear as if steadfastly standing its ground. The impression given by the two horses differs dramatically.5ミリ長いだけでもすごい長く感じたりとか。ああ5ミリ長かったら大変だよね。もう全然だよね、えらい長くなる。1ミリ2ミリでもね、多分この大きさのものでも影響出るから。And now, the restoration begins. 唯一、この胴体と足がきっちりくっつく場所がこの1本しかないんで、この1本をその高さの軸に基準にする。他はもう、あの、もうこういう状態になってて、もうここの間がないので、
With 12 years of experience to his name, Mayu Yama Yu is ready for the challenge. Among the broken legs, the back right leg is entirely missing below the knee. This material is used by dentists for taking molds of teeth.右の後ろ足は完全に全部ないんで、それを作らなきゃいけないんですよね、一から。で、残ってるこの左の、後ろ足、一回これで、型を取らせてもらって、Next, he prepares plaster from powder. まあ、部品作ったりとかって時は僕は使うんですけど、父はあんまり使わない感じですかね。でも石膏を中に芯として入れてやると、ちょっとこう焼き物感というか、ちょっとこう軽い乾いた音になるんで、ただできる限りその焼き物に近いような。You carves out the mold. After graduating from art college, he wasted no time in joining his father as an apprentice. まあまあうまく外れたかな。ここだけ残っちゃった。あ、いい、そこはいいよ、いいよ。いいよね。うん、あ、いい。じゃあ、尻尾、どんぐらい練れんだ、これ。でもちょっといいんだよな、薄い板で。いやいや、そんなに少なくないよ。あ、でも後で足すのかと思って、うん。どっちがいい？いやいや、足さない方がいい。足さない方がいいって。うん、ぴったりが。ぴったりは無理だろう、多分。いやいや、約ぴったり。約ぴったりって、約、うん、なんだよ、言ってることは。約ぴったり。約ぴったりは約ぴったりで。約ぴったりってのは、じゃあ、樹脂、とりあえず、これ。粉がガンガンに混ぜないと、そこまで増えないですよ、体積。いや、結構相性だから。まあいいよ、どの硬さでも任せる。いやいや、量がそれぐらいいるなっていう。うん、いや、これぐらいはいるでしょ、うん、多分。いいんじゃない？いや、もっともっと混ぜた方がいいよ、さすがに。これつけちゃまずい？あ、つけてください。大丈夫ですか？これつけないとちょっとさすがに厳しい。Mayuyama shifts his attention to the Nabeshima ware plate, entrusted to them by a living national treasure. 今度ちょっとこの一番こう今井門さんと相談してた赤をちょっとつけてみようと思います。使用感を残しながらもうちょっと柔らかいすれに。He displays his pinpoint accuracy.本当にね、この線の幅で昔職人さんがきれいに引いてるから、まあすごいですよね、この技術は。Each line is less than half a millimeter wide. ちょっとこの線はダメだね。ちょっと内側に入りすぎたな。書き直さないと絶対後で後悔する。As requested, he adds an appropriate degree of wear.
でしょうかね。まあ、こんな感じです。Meanwhile, Mayuyama's son shows his own prowess. 今一応石膏で芯を作って内側にこう本物と同じような感じ、土の色と質感のものを入れてって、見えなくてもやりますね。2種類入れてんですよ、黒い粒の。1個はちょっと細かいやつで、なんかバニラビーンズ、あ、そうですそうですそうです、バニラビーンズぐらいの感じの、別にそれが誰も見てくれなくてもまあやっといてよかったなって後で思うかもしれないし、あの時なんか作っときゃよかったなって思うかもしれないし、これは浩二さんは普段やるようなことなんですか。やるの、まあ瓶とかね、直す時に中を先に直せるんであれば中もある程度のことはもちろんしますね。行き過ぎたこだわりだとは思わないですか。まあね、あの正直行き過ぎたこだわりだなって思う部分はあります。それはだけど、その人それぞれそのこだわりって違うじゃないですか。だ、本当自己満足の世界ですよ。でも自己満足できなくなったらなんか仕事した感がないんで、なんかね、その現実的な話とはちょっと違うけども、やっぱりその見えないところの中までしっかりしてるものって外から見てもなんか伝わってくるものがあるような気がするものってあるんですよ。で、まあそういうものの一つかな。やっぱりこうシンプルなものでもなんかすごいなって思うと、中をこう無理やりじゃないけど見るとやっぱりそれなりのきちっとした構造になってたりとか、だからそういうのって外から見えることじゃないんだけど、なんか人間ってそれが伝わってくるものがあるのかなっていうふうにも思ってて、まあ人がやってるこう本当に手作業なんで、僕らがやってるのはそこにはそのそういう中のこだわりっていうのがまあ大事なのかな。うん、まあそこにこだわりをいつまでも持ってやってもらえれば、そのこだわりがある限りは仕事的には伸びていくんじゃないかなって思いますけど、はい、こんにちは。お持ちしましたんで、ご覧になっていただければ、はい、楽しみにしております。はい、何かすがすがしい感じに生まれ変わったっていうような感じですね。 The refreshing aesthetic that delighted nobles centuries ago has been reborn. The bluish green celadon is as clear as sky after rain.Wear has been applied in just the right amounts. どこがどうっていうことではないんですが、この品格と同時に堂々としたこの風格ですよね。うん、そうですね。はい。かなり明るい感じに、ね、なりました。そうですよね。はい。夕立ちの後みたいな感じですか。うん、ああ、そうでしょうね。わっと減って、はい、ね、急にこう晴れてスッと入ってくる。はい。モンさんもこの姿っていうのはじゃあ初めてご覧になった。初めて見ますよ。
ですから私、物心ついた時ぐらいにここが割れておりますので嬉しいですよね。ちょっと作品も喜んでると思いますね。はい。てか多分さすがにちょっとこれ相談だよね。このそうね。感じよね。これは。Now comes the critical moment. How to attach the sections that you assembled. まだ多少斜めこのぐらいか。あと尻尾が成形何回かし直してで今形としては多分これがベスト、うん、もうくっついちゃったらもう無理だからね、うん、これ一発勝負だもんね完全に、うん、ちょっとつけてみるしかないな、うんうん、っていう感じだよね、うんうん、ちょっと They adjust the angle of the leg, making every millimeter count. ちょっと話してみて。そうね、これぐらいがいっぱいいっぱいかな。いっぱいいっぱいだね。これぐらいだな。さすがに変なになっちゃうと思うんだよね。いい、これでちょうどだ。まあ、若干ここな、こっち長いんだよね。石膏でやったの、うん、だからあと削れるからさ、ここ、ああ、この角度がほとんど多分これで合ってると思うので悪くはないと思う、うん、いいんじゃない、大丈夫だよ、うん、でフルスクリーンフルスクリーン表示な、表示でフルスクリーン、あ、相当広がってる、相当広がってるよな、やっぱり The legs stand apart powerfullyだいぶ相当なりで相当いいと思う、うん、The key to achieving this stance was a small amount of the original left at the knee. Based on the angle, they were able to build from it. The finishing touches are performed by the master himself. 本当に境目わかんないですね。そうですね。今度まあここに黒を乗せなきゃいけないんだけど、まあこれ最初お預かりした時の写真で、ちょっとねここの柄が合ってない、うん、これは本物ですね。で前直してたのがここが一回全部白く塗ってから絵を描いてるから、本来のオリジナルの絵をこう無視して描いてるというか、うん、前山さんとしてはどういう感じですか。これがもう本来の模様なので、これを無視して直すわけにはいかないですね。だからこの模様に合ったようなやっぱり雰囲気で描くしかないですよね。黒の中にある赤みってことなんですか。そうですね、この黒見てもやっぱり赤みが強い。赤みが強い。はい。で、黒だけだとやっぱり無理ですね。そしたらちょっと乗せていきますね。やっぱりこれはもうこういう模様を描き慣れてる人が描いてる模様だからすごく自然に見えるんだけど、なんかバランスよく描こうと思うとかえってなんか気になったり、かといってあんまりこうささっと描くとそれはそれで違っちゃうんですね。この黒はちょっと赤みがあんまりないんで
To Mayuyama's eyes, even black has a gradient. この濃い黒のところは少しやっぱ赤みがあるんですよね。こう薄くなると赤みがなくなる。だから厚ぼったいと赤みが強いのかもしれない。ちょっとだけ赤。それでは中の方でご案内させていただきます。はい、前見はお目になりました。はい。あ、こんにちは。今日よろしくお願いいたします。こんにちは。どうも。足の形変わったね。そうですね。良くなった。はい、だいぶ良くなった。なるほど、なるほど。お、あ、これ、あ、良くなったね。うん、いいね、足してるね。躍動感があるわね。The ceramic horse is given bold new life.After spending an eternity with its legs pressed together, it seems as if it might race off at any moment.僕はこう直した方としては、その直しを見てほしいということでは全くないので、本当にその馬がね、生き生きといい馬だねという形で見てもらえれば、それが一番嬉しいので。Hidden among the shadows, father and son prepare for their next request.